地域の先生始まるよ。公益社団法人相模原青年会議所2020年地域の先生、私中島啓太と申します。これから始めます。今日のプログラムについて最初に説明をします。1番講師紹介、2番弁護士の仕事、3番仕事のやりがい、4番学生時代の夢や経験、5番仕事生活をしていく中で感じたこと、6番最後に、このプログラムで始めていきます。まず講師のプロフィールを説明します。私の名前は中島啓太と申します。職業は弁護士です。所属している事務所は桜上水法律事務所というところです。場所は杉並区で、相模原市とは少し離れていますが、電車に乗ると意外に近くです。事務所には私以外の弁護士もいて、日々一緒に協力しながら仕事をしています。私は相模原のお隣町田市の出身です。相模原市と町田市はとても近く、私も相模原市の駅を毎日使っていました。大学を出た後、弁護士になるために必要な法科大学院というところに進みました。その後司法試験に受かり、平成25年から弁護士として仕事をしています。私の趣味は登山やランニングです。仕事の関係上、机に座る時間も多く、またいろいろ考えたり悩むこともあります。そういった時は体を動かして汗をかいてリフレッシュをします。頭も使ったら体も使う、私が生活をする中で気をつけていることです。次に弁護士の仕事について説明をしていきます。皆さん、弁護士の仕事ってどのようなことをイメージしますか？ドラマやゲームで見る裁判をイメージするかもしれません。人が争った時に弁護士が出てきて、交渉や裁判をして問題を解決していく。特にドラマやゲームでは、法廷で弁護士が意見を言ったり、異議あり、このようなことを言っているイメージがあるかもしれません。確かに交渉や裁判は弁護士のとても重要な仕事です。ただ弁護士の仕事は裁判だけではありません。弁護士は法律に関わることなら幅広く仕事になります。まず皆さんがイメージすることが多い交渉や裁判、これは弁護士にとってとても重要な仕事です。争いにならないように予防的な訪問をする、こういったこともあります。例えば契約書を作成をして、しっかり条件を作っておく、このようなことが挙げられます。また学校に関する仕事では、スクールロイヤーというような仕事があったり、学校に授業を教えに行ったりすることもあります。海外に関する仕事では、日本の企業が海外進出をすることのお手伝いをしたり、発展途上国の法整備を手伝ったりということもあります。他にも役所で法律の専門家として働くような方もいます。このように弁護士の仕事は法律に関わることを幅広くやります。これからもいろいろな工夫によって、今までは弁護士があまり関与していかなかった点についても仕事として広がっていく可能性があります。次に弁護士になるための道のりを説明します。まず法科大学院という大学院を卒業するか、予備試験という試験に合格して司法試験の受験資格を得ることが必要です。司法試験に合格すると、司法研修所というところで、弁護士、裁判官、検察官の下で実際の裁判を体験しながらさらに勉強します。司法研修所というところには卒業試験があり、これに合格すると
実際に弁護士として仕事をすることができます。司法試験に合格するためにはやはり勉強する必要があります。勉強時間は人それぞれですが、毎日10時間以上勉強するような人もいます。私も法科大学院に進んでから司法試験に合格するまで1日10時間以上勉強したというような日が多かったかと思います。次に私の1日の過ごし方について説明をしていきます。私は法律事務所に所属をしていますが、事務所に行く日と行かない日があります。まず予定の一つとして依頼者、相談者と打ち合わせをするということがあります。そこで依頼者や相談者の話を聞いて裁判所に提出をする書面などを作るという仕事もあります。そして裁判所に行って裁判に出席するという仕事もあります。実際の事件の現場に行って現地調査をするというようなこともあります。その他研修に参加したり、日々の仕事によって仕事内容が変わってきます。比較的いろいろな場所に行く仕事かなと思います。次に仕事のやりがいについて説明をしていきます。私が実際に弁護士として仕事をして体験をしたことをもとに仕事のやりがいについて説明していきたいと思います。私の仕事は法律の知識を使って困っている人を助けるというものです。そのため最初に相談をしに行けない人はいろいろな悩みを持っています。人の悩みはいろいろありますが、人生の一大事ということが多いです。刑事事件を起こしてしまった、会社がなかなかうまくいかない、家族関係がうまくいかない、そのような中、法律の知識を総動員して問題を解決していきます。問題が解決したときには依頼者から直接感謝の言葉を言っていただけることがあります。依頼者のほっとした顔を見ると一生懸命仕事をしてよかったなと心から思います。このように人の人生に関わり感謝の言葉を言っていただけることがとてもやりがいを感じることです。また弁護士は人の問題を解決する上でいろいろな人に会うことがあります。いろいろな社会経験をしてきた人と会い話をすることは自分にとってとても大きな財産になります。人の問題を解決するために仕事をしていますが、その中で相談者や依頼者から学ぶこともとてもたくさんあります。いろいろな人と会えることはこの仕事のとてもいいところかなと思います。次に起業をしてよかったことについて話していきます。私も弁護士として独立をして仕事をしています。まず自分の興味がある分野を追求できるということが挙げられます。もちろん自分の興味があることだけをやって仕事をすることはできません。ただ仕事をする中でこの分野については突き詰めていきたいなと思ったときにはそれを突き詰めていくことができます。また独立して仕事をしているため仕事をする時間を自分で作ることができます。日々生活をする中で仕事の時間、家族の時間、趣味の時間、これを自分で決めることができることはとても魅力的なことだなと思います。ただこれは自分の行動に責任を持つということです。仕事と生活を両立するために日々頑張っています。また独立して仕事をしていると自分のやり方によっては今まで以上に仕事の幅が広がるということが挙げられます。自分の頑張りによって自分の人生の幅が広がる、将来もっとすごい自分になれるかもしれない、このような点が起業や独立をして良かった点だなと思います。次に学生時代の過ごし方について説明をしていきます。私が中学校の頃はなんとなく
その役に立つ仕事をしたいなと思っていました。海外にも行ってみたいなと思っていましたし、弁護士という仕事もなんとなくかっこいいなというようなことを思っていました。ただ中学校の時の自分は弁護士になるぞというような強い決心をしていたわけではありません。ただやりたい仕事をするためには大学に行かなきゃいけないんじゃないかと思いました。そのために高校に進学することを決めました。高校に行ってからいろいろな勉強をしました。この勉強の中でも社会の勉強が楽しかったので法学部に行ってみようと思いました。高校生の時は弁護士という職業に憧れというものはありました。ただそこまで弁護士になりたいと強く心に決めていたわけでもありませんでした。その後大学に進学し、自分の職業を真剣に考えた時に、困ったり悩んだりしている人を直接助けたいと思って弁護士になろうと決心しました。私は学生時代、勉強だけではなく部活動にも力を入れていました。前にも説明をしましたが、司法試験の勉強はいっぱい勉強します。やはり1日10時間以上の勉強を毎日続けるということはなかなか辛いものはあります。その時に学生時代に身につけたメリハリを持って生活をするということはとても生きたなと思います。またいろいろなことに興味を持ち実際に行動をしてみる、これは今の仕事にもとても役に立っているなと思います。皆さんも今しかできないことを経験しながら自分の可能性を信じて頑張っていってもらいたいなと思います。次に私が仕事をする中で感じていることを伝えていきます。私が仕事をする中で感じていることは、同じ事件は一件としてないなということです。確かに判例など指針になるものはあります。また同じような事件を経験したこともあります。ただ事件の登場人物が違うと事件の解決方法は全く違ってきます。そのために依頼者だけではなく事件の相手の話も丁寧に聞くことを心がけています。いろいろな意見や話を丁寧に聞いた上で依頼者にとって一番いい解決方法を考え提供していくことを力を入れています。また私たち弁護士は社会の中で起きる生の事件を扱います。そのためいろいろな人の価値観を理解する必要があります。そのためにはいろいろな人と出会い話をすることによって自分の幅を広げる必要があります。このようなことを日々感じながら仕事をしています。最後に皆さんにお伝えしていきたいことを説明していきます。私は学生の頃スポーツに夢中になっていました。スポーツを仕事にすることはできませんでしたが、その時頑張った充実感、自信は私が弁護士になる時にとても役立ちました。また今仕事をする中でもとても生きています。皆さんも自分が夢中になれることを見つけて全力で取り組んでいってほしいなと思います。そこで得た自信は将来の自分を後押ししてくれるものになると思います。またどんな時も前向きで頑張ることを意識してみてください。私自身弁護士になる勉強をしていた時には何でも難しいんじゃないかなと諦めた方がいいんじゃないかと思うこともありました。そのような時に諦めてしまうことはとても簡単かもしれません。ただそのような時にこそ一歩ずつでも構いませんので頑張りを続けてください。その一歩一歩が人を成長してくれると思います。少しでも一歩ずつでも構いませんので日々努力をしてなりたい自分になっていくということを意識してみてください。これが
私の伝えたいことになります。お話を聞いてくれてありがとうございました。私の話はこれで終わります。